こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画、サブチャンネルで上げることっていうのは、実は先日ツイッターでですね、ライブ配信的なことをやったんですが、その時には結構アート向け、絵を描く方を対象にしてね、解剖学のことについてお話をしたんですが、その中で、下半身についてのお話があったんで、それをね、抜粋しながら、YouTube でね、話していこうじゃないかと思って今やっています。僕が個人的に下半身で大事だと思う筋肉、特に、外から見て見えるシルエットだったり、下半身の、形に関して大事だなって思う筋肉っていうのが、4箇所あります。で、最初、2箇所挙げるんですが、2箇所が、ここと、この筋肉と、ちょ、隠れてるんですけどね、ここの部分です。ここの部分。白でやってるのを大臀筋と言います。大臀筋ですね。大きい臀部の筋肉です。で、黄色の方、黄色で塗った方を中臀筋と言います。省略します。中臀筋ですね。大臀筋っていうのは、本当お尻のこの後ろ側ですね。後ろ側の方のシルエットを作ります。最近はね、トレーニングブームなんで、特に女性はね、スクワットとかして、大臀筋を鍛えて、こう、魅力的なヒップを作りましょう、みたいな、こう、SNS でね、よくあるじゃないですか。その通りです。そこです。もう、大臀筋の部分です。ここがね、しっかりできることによって、こう、女性らしいヒップ。男性だと、ガタイのいいね、がっしりとした、臀部になるわけですよ。これ、後ろですね。で、黄色で書いてる、中臀筋っていうのは、横なんですよ。横のヒップのこの盛り上がりっていうのを作るのが、この中臀筋なんですよ。あんまり見えないですね。これ大臀筋に隠れて。だけど、ここは横側にあるんで、この横の膨らみをね、作る上で非常に大事なんですよ。で、解剖学をね、結構知ってる方はね、この奥に小臀筋っていうのがあるんですよ。小臀筋。これもね、すごく大事な筋肉なんですよ。関節を見る上ですごく大事なんですが、アートに関して、絵に関して言うなら、この小臀筋っていうのは中臀筋の奥にあるので、見えないんですね。見えないということは、シルエットにそこまで影響はないんですね。だから絵を描く上で大事だとすれば、外から見えやすいであろう中臀筋。横側ね、横の盛り上がりね。そして後ろ側の盛り上がりを作る上で大事なのが、大臀筋なんです。これ二つでしたね。大臀筋1、中臀筋2。じゃあ三つ目いきますよと。三つ目はね、こいつはです。この筋群なんですよ。ここね。これをハムストリングスと言います。略してハムって言ったりしますね。ハームと。ハムって言ったりします。これは太ももの後ろ側で非常に大事なんですね。で、いろんなね、こう、絵を描く方とお話しさせていただく機会があるんですけど、そういったこう、いろんな角度ね、いろんな職業の方の意見を取り入れてみると、あ、ハムってお尻に関して大事だなって思ったんですね。どういうことかというと、お尻のエクボあるじゃないですか、下のこのエクボの部分。ここっていうのは実は、ハムストリングスの盛り上がりもあって、ここのエクボができるんじゃないか説だと思っているんですね。逆側で見ると、このハムストリングスが大臀筋の奥入っていってるじゃないですか。奥入っていって、ざっくりこのあたりにひっついてるんですよ。奥入っていってるんですよ。奥入るってことは、ここで、交差というか、ね、入り組んでるわけですね。ということは、ここの大臀筋の輪郭っていうのと、それと、ハムストリングスの形、この輪郭とこの走行っていうのを理解して、ここの部分ね、この部分っていうのがしっかり表現できたら、お尻の丸みだったり、太ももの付け根の丸みっていうのが表現できるんじゃないかと思います。僕はね、アーティストじゃないし、絵も描かないので、そういった表現のこととかわからないですが、解剖学的に見たら、この大臀筋とハムの、密集地帯といいますか、入り組んでるとこっていうのも表現で大事になってくるんじゃないかと思います。ハムが3つ目でしたね。で、4つ目っていうのはどこかっていうと、次の画像に移ります。はい、それがですね、今これ赤でやってる、これ赤ね、赤でやってるとこなんですね。で、これちょっと隠れてますけど、この辺までこう行ってます。この部分ですね。ここね、ざっくり内転筋と言います。内転筋ね。
内転筋。まあこの内転筋をね、細かく見ていくといろんな名前があるんですが、ざっくりと内転筋としましょう。この内転筋何が大事かっていうと、このね、内ももを作ってるのが内転筋なんですよ。だからここにも筋肉があって、ここの筋肉を意識して盛り上がりを作ろうとか、シルエットを作ろうっていう意識でいけば、この太ももに立体感が出るんじゃないかなって思うんですね。でですよ、じゃあこの前側の筋肉ってどうなのと。もちろん大事なんですよ。運動学的に見ても、これ絵を描く上でも大事だと思うんですけど、これ僕の意見なんですけど、前側ってよく見えるじゃないですか。なんなら自分の太ももって前から見えるし、鏡で立って観察しても前側って見えるじゃないですか。だからよく見えるっていうことは、何かしらこういいイメージ、クリアなイメージっていうのはあると思うんですよ。だけどさっきの画像で見た大臀筋とかハムとか中臀筋ってなかなか見たことないですよね、一般の方っていうのは。だからそういった後ろ側にある筋肉、意識しづらい筋肉っていうのを意識することによって、よりこう観察する目が向くと思うんですね。でこの内転筋っていうのも内側にあると。中にはね、この内転筋っていうのを知らなかった人もいるかもしれない。だからこういった内転筋、ハムストリングス、大臀筋っていう日頃目にしないような筋肉が大事なんじゃないかと思います。だけど後ろの筋肉とか内側の筋肉ってすごくこう体積がでかい筋肉なので、まあ、そこを観察していけばこう、シルエットをね、うまく表現できるんじゃないかと思います。もちろんね、こっち大事なんですよ。大事なんだけども、まあ、今まで見たことない視点で言ったら、今日お話しした筋肉って大事になってくるんじゃないかと思います。今日はですね、こう、絵を描くときとか、アートの表現をする上で、下半身で大事な筋肉っていうのを上げていきました。もしよければ、高評価やコメント、チャンネル登録をお願いします。以上です。ありがとうございました。